械翻訳どんどん良くなってくな、私そういう認識だったんですよね。ウェブの機械翻訳、昔はクスッと笑っちゃうような文章ができてた、でも意外にしっかりしてるなと思ったら、また元に戻ってってるような気がするんですよね。なんか不思議と退化してる、なぜだろうと思ったんですよね。それこれ某展示会で精密な翻訳ソフトを作ってるところに話を聞きました。そしたら仕方ないって言ってましたね。万能な翻訳ソフトは作れないみたいなんですよ。じゃあその精密な翻訳ソフトどうしてるのか。もうジャンルなどを人間系で切り替えるんですよね。医療関係だったら最初から医療向け、レジャー向けだったらレジャー、ゲーム、もうその中から必要な部分を選んで翻訳ソフトに通す。そうすればしっかりと訳されるみたいですね。今回なんでこのような話をしたのか、YouTube で不思議なものを見つけたんですよね。これです。ここのコメント、前回参照ってありますよね。それ翻訳って書いてあるんですよ。これ日本語だろうって、なぜ日本語が書いてるのに翻訳リンクが出てるのか、すっごい興味がありましたから押しましたよ。こうなりますね。フロントに戻って参照する。うん。微妙だな。なぜこうなっちゃうのって、そう思いますね。まあ、厳しいかもしれないですけどね。ちょっとしたネタでした。自閉の動画解放軍、登録。お願いします。お願いします。まあ、グダグダ感がいいじゃないですか。